第10試合女格闘技襲撃尾張対談時間無制限一本勝負、赤コーナー全日本女子プロレス堀田由美子選手です。入場式の際に、乱闘で額を切られたとのことですが。そうですね、やっぱりあれで私も燃えられたし、試合ではもう思いっきりこっちから先制攻撃でいきたいと思います。相手の神取選手は関節技を得意とする選手なんですが、やはりキックで。そうですね、取られる前に先に蹴りで倒したいと思います。はい、頑張ってください。続きまして青コーナー LLPW 神取忍選手です。神取選手、入場、式の際に、少し揉め事というか乱闘をめいたものがあったのですが、対抗戦はね、やっぱりやるかやられるかだから、隙を見せちゃいけないよね。メインの試合気が抜けませんね。気は抜けないけど、ほっと雨じゃねえよ。さて、注目のメインイベント女格闘技襲撃終わり対談時間無制限一本勝負シングルマッチ、堀田由美子対神取忍が選手コールもなしに始まってしまいました。はい、入場セレモニーで神取が私を蹴ろうとしたんですよ。その時堀田が私を止めたんですね。やり返そうとした私を。その時に堀田が一言言ったんです。今日は私に任せろって、そうやって言ったんですよ。今日は私に任せろって。私はその堀田の言葉を信じてみたいと思いますね、この試合は。まあ、堀田という選手もね、井上貴子とのコンビで UWA 世界女子タッグにつきましたけれども、やはり本質的にはこれはシングル向きの選手ではないかと私は思います。対抗戦ムードに乗りまして、女格闘家として見事な復活を遂げたこの堀田です。また堀田選手らしいですね、こういう試合というのは本来。何やら私先ほど申し上げましたけれども、時代に逆行したようなね、この硬派の異種格闘技に見えたこのムードを漂わせた試合というのがね、本来堀田に似つかしいような気もします。本来神取選手はプロレス的な動きをしないレスラーですから、まあ堀田もそういう面ではプロレスというよりも蹴りですからね。そうですよね。本来はカンドリエのブーイングが渦巻いております。入場セレモニーから真っ先に北斗さんに突っかかりました、このカンドリですからね。カンドリとも、ね、私の対戦は12月に起こっておくつもりですから、カンドリとしては当然ここで取りこぼすようなことはね、許されない。まあカンドリー北斗再戦ということなしに、これ堀田とカンドリーの戦いっていうのは別のものとして、一つ意味、すごい意味あると思いますよね。別次元だったね。堀田とダイナマイト関西が戦った時は、はい、本当に割とおセンチだったからね。いやセンチメンタルだね。確かにドラマチックだったけれども、先だったところはそんなになかったから、今日は私は堀田には優しさを捨ててもらいたいなと思いますよね。なんかいつでも出ちゃうじゃないですか。堀田らしい試合になると思いますよ、これは。彼女はね、南鈴鹿選手と同じなんですけれども、インタビューしておりましても、この爽やかさと申しますか、生真面目さ、優しさというものが本当ににじみ出てしまう選手ですから。そうですね、人のこと言えないですけど、今日は爽やかと毒って感じじゃないですか。それがね、格闘家としてマイナスになってるんだったら、こんな不幸なことはありません。何も遠慮しないでもらいたいと思います、堀田です。割とあれですか、堀田選手ウェイトアップしてる感じですか。いや、白い水着を着ると太って見えちゃうんですか。そうなんですよ。やか
クザキックでカンドルが挑発にかかりますけれども、でもあの蹴られても来いっていうような、ああいう掘ったかっこいいと思いますよ。正直なところ、あの堀田も不器用な選手じゃないですか。まあそうですね。でカンドリとしてはこの対抗戦が始まって、はい、結構私も器用って言われるんですよ、まあ、この前の井上京子なんて本当器用の、はいはい、結構有力、そういうレッサーじゃないですか、まあこんな大場所じゃなくても南鈴鹿とかは当たってるんですよね、で南鈴鹿もすごい器用な選手なんです、だからこういう選手と当たるっていうのはやっぱカンドリも初めてじゃないかなっていうふうに思いますね。でさっきの大沢ですか、大沢じゃないです、シュラですね、あの選手なんかレガスつけてますよね、他にいるんでしょうかね、あの LLPW の選手で、キリシュタイの、まあ、カザーレーと風間でしょうね、風間でしょうね、いや、まあ、受けたっていう面では、はい、風間と私はシュラですか、はい、あシュラは受けたことないです、ハーレーですねの蹴りは受けたことあるんですよ、やっぱり軽いんですよ、なるほど、堀田の蹴りをもう受けたことある私にとっては、カンドリはこの試合はきついんじゃないかなと思いますね、蹴りを出された、ね、超度級のヘビーキッカーというのはこれまでのカンドリの対戦相手の中には確かに当たらなかったような感じが勝ってはね、ダイナマイト関西とジャパン女子時代に一家の試合を繰り広げたことあるんですけれども、最近ではね、確かにこのような思い切りの持ち主には、さあそう申している間にもだこういう場面でしょ、あんまり蹴られ慣れてないっていうか、そうですね、おという選手は打たれ強さの方はどうなんですかね、ホットさんと30分近い指導を繰り広げたわけですけれども、まあ、ガードを別としましてもこの初見さんと蹴られても参らないぐらいのタフネスは持っています。どちらかというとでも受けの凄さって感じじゃないですよね、あまりね、だって体格的にはやっぱりアジュとか井上とか京子ね、なんかの方が大きいわけですから、いやカンドリも今足前面に入りましたよね、でその前も何度も足を取ろうとしている場面があるんですよ、だから蹴りを防ごうとはしてますね、むざむざ受けてね、墓穴を掘るわけにはいかないというところですか。さあ対抗して蹴りを出すカンドリですが、お前の蹴りなんか手のカッパだとばかり、堀田仁王立ちです、体では堀田の方がでかいですからね、そうですよね、一目瞭然です、足の太さとか見てもアローキックで活路を見出そうというカンドリですけれども、根の生えた大木のようにね揺るぎません、堀田です。何やろうとばかり、堀田がパンチでカンドリに焼き入れます。いや今あの走ったからいいようなもんの、はい、横っ面につま先が飛びました、カンドリもやられる前に早く肩をつける選手じゃないですか。ああそうですね、どちらかというとね、まあ、こういう場合は厳しいんじゃないですか、はい、さあ逆さずりにされて苦しい体勢ですカンドリ、そして無防備のボディに強烈な剣が食い込みます。ああこれはこうなりますとガードの使用がないですからね、全くの無防備です。不器用とは言われますけれども、堀田も蹴りに関しては変幻自在です。一発一発が重い、さあ防戦一方に陥っていますカンドリですけれども、今度は膝が飛びます。どうですか斉藤さん、ちょっと、負けてかじゃないですか、無理をしてピッタを返していますけれども、そうですね、このように蹴り足をキャッチするとか、そろそろ
自分のペースに持ち込みませんとずるずるとスタミナが、これがカンドルの秘密空間。ドクターかなりあのカンドリの肘が入ったって言ってたんですよ。目のちょっと上なんですけど、そして堀田の負傷箇所の絆創膏を剥がしましてエルボーをぶち込まれました。大喧嘩ファイトです。早くも出血ですね。出てますね。やっぱあのセレモニーで切れた目の上が、まさかね、こんな風に尾を引いてしまうとは。エリ、勘弁やってんだろ、カンドリー。勘弁やってんだろ、レリー。勘弁やってんだろ、レリー。長いって、長いって、長いって。ファイトでやるなら受けて立ってやろうとばかり、傷口をえぐるカンドリーのキックです。ヘッドバット。新日本プレス藤原義明仕込みという感じですね。これは関節技の伝授とそれと同時にこのヘッドバットまで伝授されたという研究選手も旺盛なものがありますけど、カンドル忍です。容赦のない喧嘩ファイト、流血の額に結構飛ばします。そしてエルボーぶち込みます。右組みのところをエビに丸めます。ホットさんどうですか、ホットの流血戦というのはこれは初めて見ましたか。私はまあ何度も見てますけど。ああそうですか。最近でもあまりないんではないでしょうか。そうですね。あまりこの血しぶきを上げての喧嘩ファイトという、ね、イメージがないので、だいぶ出血してきましたね。ダフルかのようなカンドリの蹴りが飛びます。流血戦となりますとこのスタミナの方もね心配されますけれども、必死のニールキックを飛ばします。本当にこのニールキック決まるようになったですよね。重量感たっぷりです。本当になんか堀田のシングルのメインイベントってなんかもっと頑張れみたいですね。私は本当に勝負はまあ時の運ってよく言いますけど、はい、今日は堀田のだってもっともっとなんかメインイベンターとしてさ、なんか注目されてもいいような感じがしてくるんですね。こうやって見るとそうですね。自力はね十分にありすぎる選手なんですけれども、精算な左目の上です。旅は返すとばかりサッカーボールキックをカンドリと背骨に食い込ませます。ダウンコートが減りますね。なるほど。今やっぱり堀田、正解だな、行かないもんな。私だったら行っちゃうもんな。行っちゃう。追い打ちをかけますか。立ちましたカンドリですが顔面蹴りが飛びます。最後のこちらを張り飛ばしたね。テンプルに決まりましたね。最初2発は割とまあ捌くっていうような余裕がありましたけど、はい、カンドリも。またもやダウンカットが入ります。瀬戸がしきりに激を飛ばしますけれど、カンドリは状態がようやく動いたか。まだ立ち上がりませんが、あの顔がすごかった今。ものすごい競争で立ち上がりました。聞いてねえんだよぐらいですよね。ああいう面構えがいいですよね、カンドリっていうのは。しかし実際に効いてないかどうか、この足取りを見てください。これはその足固めで追い込みました、カンドリですか。さあお返しのエンツイ切りです。ここでダルマ、ダルマしきジャーマンですか。ジャーマンというより投げ捨てたですね。カンドリの脳天へのダメージが薄らがないうちに追い打ちを加えたい堀田ですけれども、膝封じです。カンドリの膝が堀田は必死に飛び出した
ように後頭部を通過させて指に丸めます。危ない、ああいう枠じゃないんだけど、ええ、丸め込まれたりするのね、ええ、やはり予想通りと申しますか、喧嘩ファイトの様子を呈してきましたね。これはまたまた一波乱も二波乱もありそうです。派手な動きはないですけどね、はい、なんとも言えぬ緊迫感が漂っております。3度目のニールキックはさすがに読まれてしまいました。ああやって返すこともあるんですね。これはさすがダブルアームスープレックスが決まらないと見るや、変な話なんですけど、はい、例えばこう対抗戦で同じ技を使っている選手いるじゃないですか、ホッタはタイガードライバーを使うんですよ、今カンドリも使うんですよ、そうですね、食らいたくないと思いますよ、こいつより先にと思いますよ。あ、変な意地の張り合いも早速見られました。自分が先に出したいですよ、どっちも。カンドリが先に仕掛けますが、重心の低いホッタをなかなか持て余していますが、まずは決めました。タイガードライバーです。ホッタ返しました。ホッタがタイガードライバーやられたとこなんて初めて見ました。あ、逃げば記憶にないですね。確かにホッタの得意技ですからね。そうですね、ホッタダメージは大きいか。先にカンドリが起き上がりました。ラリアートに来ました。タイビー型で2丸目を落としましたが、まだもう一つ爪が足りないという感じです。十分に相手が立ち上がるのを待つ余裕を見せていますけれども、今度はなるほど高角度ですね。ダメです。ダメシャラにカンドリが返しましたけれども、こちらの重量感のある一発、これも効いたと思います。今のは今度ラリアット返してはしますすごい、ね、いいタイミングでニューキックですか。タイミングでいるキック片口にヒット。さあホッタがもう一発、今度は何を決めようというのか。カンドリー視点が定まっていないが、もう一発ヒットしました。こちらに200目のニールキック。肩が浮かなかったように見えました一瞬。あ、ホッタがペースを掴みかけているようです。カリビアンスプラッシュに、カリビアンスプラッシュですね。あ、そうですね、もう勝負かけてますよね。いきますね、これ効きますからね、半端じゃない。やられちゃかなわんとばかり。カンドリがエスケープを狙いますけれども、ホッタがサイドのトライです。あ、手取りましたよね。いきますか、手取ってますね。カリビアンスプラッシュ決まりました。こんなに効く技を食らったの初めてじゃないですか。あの手出せないですからね、受け身ともに。ピラミッド行くんじゃないですか。ピラミッドドライバー勝負にかけると思いますよ。このまた効くの技、後楽園ではホッコさんをフォールした技ですが、一瞬の感激をついてハンドリの脇がたい、ホッタがエビに丸めましたが、ハンドリー危ない危ない、サブミッションにちょっと気を取られまして、危うく自分の肩がついてしまいました。さあ再びホッタの傷口狙いに行こうかというハンドリー。エビですね、この辺りの攻めは。そして来上がるとばかり張り手、またもやタイガードライバー、いやパワーボールですね。流血しながらホッタも粘る粘る。カンドリもおとびのサブミッションは決まらず、ホッタの巨体は投げても投げても起き上がってくるという感じで持て余してますね。そうですね、試合の流れ的には変わってきましたね。これおっと、ここで意外なホッタの逆さ抑え込みが出ました。
れはカウント3ではないのか。にとっては残念無念な一瞬の差に気をついての逆さ抑え込みでしたけれども、ハンドルのスタミナ切りですが、今のようなスローボだけをね、何やらスタミナ切れの感じがします。ハンドルもホットさん、まだ堀田にはピラミッドドライバーがありますからね。そうですね、これがいつ出るか。でもカンドリにはサブミッションがありますからね、なんか一瞬でね決まりそうな感じもしますね。ホットから隙をついてね、決めますから、僕もカンドリがとりあえず倒しています。さあ一呼吸を置かないで、はい、ピラミッド行きますか。両手を決めた、一瞬でステップ、そして演技切りが出ますか。そしてパワーボム、出てはまだ早いとばかり、もう一発、二発目のパワーボム、まだまだいりません。内藤さんどうでしょう、やはりちょっと攻めあぐれてませんか、カンドリは。今のが決まらないと今度カンドリが苦しくなってくるんじゃないですか、もう本当に勝負出たっていう動きでしたよね。はい、またもやピラミッドドライバーですが、これを決めさせたら激しくピラミッドドライバー、これが決まらなかったということは、いやでも今は投げ捨てですから、はい、ドライバーの方が残ってますからね。そうですね、ットの金が首をなりふり構わず首固めに丸めましたカンドリですが、これもカウントしてそしてアクリシュ固め、シュレスキをついて必死にローププレイ、センターについて、もう一発、今度はチャンピオンの方まで距離がありますね。ヒールホールド、ヒールホールドですか。あ、これで決まってます、無念、ホッタン決まってます、どんどんなっちゃいましたね、決まってしまいましたね。あ、しかしカンドリが今しません予定を、エキサイトした価格の振りを入れますけれども、カンドリがおっ、カンドリと価格がエキサイトしてやり合っております。今最後の中本当にカンドリらしい、やはりね、ヒリップ液を一つ持っていました。最後の一瞬の感激をついてカンドリのヒールホールドが決まってしまいました。堀田無念です、無念の敗北。さて堀田さん、これでいよいよカンドリの敗北戦に駒を風に進めたという感じがしますね。そうですね、12月ですか、とりあえずその前に風間とのカベジェラコントラ、カベジェラがこれも決まりとお伝えしていいですね。そうですね、はい、と考えてよろしいですね。そうですね、今日受けたってことですね。そうです、まあ風間には生き恥をね晒してもらおうじゃないですか。決定的な一言が出ましたけれども、これでやっぱり堀田は今日は負けましたけど、はい、まあ、エレルとの対抗戦にね、はい、加わってくるんじゃないですか。まだね、そうですね、 JWP っていう感じがしたじゃないですか、試合内容は素晴らしかったと思いますね、本当にね、流血にめげずに最後の最後までよく頑張りました堀田由美子です。しかし出ませんね、かなり左膝のダメージが大きいようです。あ、担がれて退場ですね。この悔しさをバネにして必ずまたもや LLPW との対抗戦に復帰してくるでありましょう。第10試合女格闘技襲撃終わり対乱、見事勝利を勝ち取りました LLPW カンドリー忍選手です。どうぞ。試合を終えまして今の気持ちを一言お願いします。堀田の
あの顔でよくああいう蹴りが出るなって感じかな。やはり気迫があったけど重い蹴りでしたか。うん、重たかったけどね。でもまだまだ負けるわけいかないし、これでやっと全場の選手も本気になったんじゃないかな。この一勝は大きいよね。そして最後は得意の関節、ヒールホールドということですが、うん、まあ蹴りだったからね、足の関節はなんか狙ってたけど、まあまた取れたって感じかな。ありがとうございます。おめでとうございました。第10試合女格闘技襲撃終わり対乱、惜しくも敗れてしまいました全日本女子プロレス、堀田由美子選手です。今の、試合終わりまして一言お願いいたします。そうですね、やっぱり噂には聞いた通りにもう男みたいな人でしたね。もう殻付きから何から、あのこっちが技をかけようとするものに対しても向こうの方がもうパワーがありすぎてそういうものにはいけなかったんですけど、私にはやっぱり蹴りがあるということで蹴り一本でも絞ってみましたけど、途中ダウンを奪うなどして追い込む場面も見られたんですが、そうですね、やっぱり本当は蹴りを出すにもやっぱり関節がどこまで来るかっていうのでやっぱり怖かったんですけど、やっぱり初め あのセレモニーの時にやっぱりやられましたから、お客さんに無様な姿を見せてしまったので、やっぱこのまま終わってはやっぱり私にしてもせっかくのチャンスですからと思い、もう怖がらずに蹴りました。ありがとうございます。非常に残念です。以上です。はい、というわけで、名古屋朝鮮風、名古屋は愛知県体育館から全10試合をお送りいたしました。斉藤さん、総括して一言お願いいたします。そうですね、今日は LLPW と全場の、2軍団体対抗戦だったんですけど、はい、本当に、ここに本部選手いるんでちょっと緊張しましたけどもね、はい、そばで見てカンドリ選手やっぱり関節技すごかったですね。そうですね、やっぱり裏を読むようになったかなっていうか、足攻めをする選手っていうか蹴りを使う選手に足攻めっていうのが、そうですね、前はね不器用すぎて裏も読めなかったんだろうけど、今は 裏を読むようになったかなっていう感じですね。また今日は堀田選手かなり頑張りが目立ったという感じがしますね、うん、また新しい流れっていうかね、今まで JWP を相手にしてきた堀田選手が今回は LL を相手にしましたよ ね、 そうですね、新しい戦いの輪に入ってきたっていう感じじゃないですか。そうですね、 LL との戦いに入ってくれると思います。ということで今後も展開は目が離せません。次は北斗さん 10.9NK ホールでアジアのペア赤いベルトに挑戦ということですね。早く足が完治して好試合を期待したいと思います。というわけで名古屋から実況は私増田明宏、解説斉藤文彦さん、ゲストに北斗選手、風間瑠美選手をお迎えしてお送りしました。それではまた試合場でお会いいたしましょう。さようなら。さようなら。